お疲れちゃんさまです。今日はですね、こちらの高回転 2.6 ホグやっていきます。はい、26ホグなんですけども、中身がまあすごいですね。はい、紫だっけ、マスケって、そう、紫髪の女の子からね、黄色髪のジジイに変わりました。はい、でもアイゴレがやりこぶになった26ということで、まあなんかもうよくわかんないですね。体育やりこぶだけでなんでって感じなんですけども、今これがね話題です。はい、海外の方ですごいね、なんかトレンドになってますね。なんかもういろんなプレイヤーが使ってます。まあなんか遊びで使ってるんだと思うんですけども、まあこのデッキね、どんなもんか、はい、やっていきたいと思います。さあ、レンちゃんよろしく。で、海外のイゴールですね。なんか前回動画でも言ったな、前なんかメガナイト動画の時になんか当たったんですよ。そう、このデッキを使ってるサメルですね。はい、ブラジルトッププレイヤー、世界一にも今年もすでに1回取ってましたね。はい、世界大会出場も確定しているサムエルが、使ってました。で、作ったのはイゴールですね。はい、海外のチームリキッド所属してたね。はい、プロです。で、あとは中国のハイヤーっていう、うわすごい、待って、めっちゃ小物いる。中国のハイヤーっていう、高回転めっちゃうまい選手もチナね、使ってましたってことで、もう誰か、まあ、なんだろうね、有名選手が使ってると、まあ、とりあえずでもみんなやっぱ使っちゃうんですよね。あいつ使ってる時はおもろそうじゃんつって、そう、みんな使ってるんだね。これ、スケブがいない、トリトン、にゃーいてぃさあ、スケキン、ロイ・ジャイですね。まあ、ロイ・ジャイは言うて大砲で、ベッコンベッコンにできると思うんですけども、で、マザニケ2ファイブでしょ、スケブリュンとか、いや、さすがにこれは勝たなきゃいけないですね。そう、序盤ちょっとダメージリードされてるんですけど、これは勝ちたい相性ですね。はい、アイスピとかやりゴブとかは端前、まあアイスピはケツでもいいけど、まあチクチク4位ですね。ああ、ソルコール、いいスケキンのタイミングだな、これ。またさあ、大砲いっちゃいます。大砲強いんでね、結局もう大砲ぶっちぎ、今のなんだこれ、壊れてるんですよ本当に、ぶっ壊れなんで、施設は大砲使っとけって感じかな。で、あとゴルナいる間はね、カードサイクルぶっ壊れるんで、そう、大砲も早いし、なんだろう、全てが早いんでね、暇なんでウッド添えたんですけど、世界で一番無駄なウッド。お、いやー、トリトン頑張ろうとすなよ、そこ。さあ、これ大砲回ります。何周も回してみせます。あ、ぶっちゃうかこれ、よいしょ。いや、まあ痛い、マザネクのマーが痛いが、さあ耐える。ゴルナいるとね、マジホグ飛ばしてスケヤリゴブアイスピ、まあスケアイスピヤリゴブでホグ飛ばせるし、まあとりあえず無限にホグが飛ばせるんでね、よし、まあ、その辺もちょっと狙いながら、一旦ね、防衛の構えです。はい。まあは来ない、一旦。よいしょ、縛いてこう、槍ゴブリンが。さあ、まあが来たので、ファイブを打ってく。よいしょ。で、ここ。タワーと巻き込まれない位置のファイブ最強です。で、このタイミングで、ウッドも打てるタイミングでホグを飛ばして、よいしょ。で、アイススプリットで凍らして、ピコン！いや、ホグがめっちゃ刺さってんな。さあ、槍ゴブリン？いや、いいホグですね、今のは。ウッドを打てるまで待ったのがね、結構いい判断だったんじゃないでしょうか。で、右のブーは、もうどうでもいいんでね、一旦ステイ。よいしょ。さあ。で、これ、だってもうホグ飛ばして、ウッドしていけば終わりじゃないっていう、甘い考えなんですけど。これ呪文削りとか言ったらさすがに怖いな。怖いなと思ったので、一旦丁寧に守ります。はい。マジでなんかね、先置き大砲ですね。ぶっちゃけ、ほんと先置き大砲だけ徹底しとけば、これ、強いんですよ。よいしょ。でさ、ゴール内でね、これでも相手もね、困ったもんよと。いやでもいい防衛。一発？やばい、一発も入らないとちょっと怖くなってくる。よいしょ。よいしょ。いや、いいよ。いやー、ホグはウッドとセットなのよ。いや、でかいな。
や、危なかったですね。いや、怖かったですけども、まあ、さすがに大砲が強いんでね。さあ、もう大砲を無限に置くだけのワイルドでしたね。オッケー。いや、でも、一戦使って分かったことは、このデッキ大変だし、そんな強くねえな。さては。いや、なんか、マスケ欲しくなったっすね。間違いなくマスケの方が強えやろっていう。まあ、やっぱ元の 2.6 ほどのね、やっぱ形の完成度高いんでね。それを超えるってなると、やっぱなかなか大変ではある。さあ、あ、同じようなん来たっすね。いや、ガチで一緒じゃないこれ。違うとするならばなんだ、ライトニングかファイボーかぐらい。さあ、いや、マジで同じ。あれ、さっきキャス聞いたっけ。いや、いなかったな。いや、似てるだけ、まあ、似てるだけなのかこれ。さあ、スキルは使ってきたら、まあ、走るだけ。大変置いちゃうか。怖いし。一応、ロイジャイが来ても大丈夫なように大砲延命してあげてね。さあ、スケキンキョスケ。なんだいこれは一体。防戦機、スケキン。いや、わかんねえから、ファイブ打っちゃおう。あれは打っていいっすよね。さあ、今んとこ、ホグは出してないけど、なんか、ゴルナイいるから、ゴルナイで攻めれるよねっていう。まあ、無理に、ホグ出さんでもいいかもしんないね。ファイブとウッドで削って逃げるっていう。クロスボウデッキじゃないかいっていう立ち回りで頑張ろうかな。あ、これ、リセットできる。いやー、このリセットね、サムエルがやってました。うまい。あ！あぶねー。ちょ、見なかったことにしてください、今。ほんで、槍ゴブリン、縛ってた。これ、どうしよう。ホグいらねえんだけど。ちょ、待って。ホグいらねえな、このデッキ。もしかしたら。いやでも、いいファイボだ。ファイボね、今ちょっといい。さあ、ダッシュでインドラもリセットできて。よいしょ。よいしょ。いや、アリゴブ強いね。いいよ。で、なぜホグを飛ばさないのかっていうと、なぜ飛ばさないんでしょうね。いや、これ、ホグ、これ、防石いかねえんだよな。ザッピーごめんに来るのか。おい、骨じいちゃん。まあ、あのインドラちょっと面倒いんでね。槍で遊んだぎょうぜ。ホグ飛ばして、いや、いいホグじゃないこれ。いやー、いいよ。やっぱこの先置き大砲、壊れっすね。間違いなく。先置き大砲がなんか全てをぐっちゃぐちゃにしてる。で、これゴルナイが場にいる間はね、カードサイクルぐっちゃんぐっちゃんなんで。今の間にね。よいしょ。ホグもう一回いけちゃうよ。これ。で、宝石に、この辺か。ウッド、うえい、回転が速い。さあ、ゴルナイが場にいるとホグ飛ばして、スケアイスピヤリゴブホグ、スケアイスピヤリゴブホグができるので、まあ、無限ホグラッシュができるわけですよね、最後の最後はね。そう、だから低めにチャンピオン出しとけば、なんかね、なんとかなるもんなんですよね。高回転ファイブ削りでもいけるっていう。さあ、あなたはユーニー。さあ、陸系多いからね、陸デッキが来てくれるのはありがたいね。さあ、マスケというのはね、珍しいね。メガナイトオールベイカーとかかな。一旦ホグ飛ばしてゴールデン走らせるっていう、これ両サイ攻めね。ああ、メガナイトオールベイカーですね。まあ、でもこれでマスケ一人できるの結構でかいからね。さあ、これ金軌道狙ってこう。金軌道狙うよ、もちろん。にょん、なんかあんま綺麗じゃないんだけど、あの、できたからええってことにしてくれ。やばい。あぶねー。いや、ウッドでもいけたね。
まあいいや。これ、相手さ、何出すんだ？マスキーしかなくない？あ、ユーヌいたわ。ごめん。これ、ホグ飛ばすとね、ゴブリンとメガナイト、どっちだろう？ゴブリンに、一票。いいね。さあさあさあ。美味しいな、これ。いや、3発やばいな。今ので3発入るのはね、美味しすぎん？最低小物気がない。よいしょ。いやー、これさー。うわ、天才の名一人やん、俺。もういっちゃおう。今のさ、ね、あれで守れるっていう判断やん。たまたまね。一発んならいいや、つって。言うのいないんで、リガーもいないでしょ。何で受けるんだ？マスケで。いやよっつって。おい。いや、ゴルナイ強。もうこれ、ホグデッキじゃねえやん。2.6 ゴルナイです。さあ、槍でちょっかい出して。だいのも、一回どうしようってなったら、大砲置いてください。はい、置いていけばなんとかなるっす。これ結構大事ですよ。先置け大砲で2周目回すの。うん。よし。まあまあまあ。さあ、で、もう大砲ですね。大砲置いとかないと逆に守れないっす。よいしょ。まあまあまあ。あ、もう大砲強っ！もう。大砲で全部解けるやんっていう。ああ、すごいな。本気で。大砲壊れっすよ。これだって、やばい。見てわかるっすよね。だからホグにも入るし、最近なんだ、大砲が入んにデッキを探そうが無事。ね。ぴょーん。なんだこれメガナイトとかもね、突破できちゃうんじゃない？ウッドアイスってやれば。うえーい、入ってく。ねじ込み一発。気合が違えんだよな、うちのホグは。ね。さがーいっす。ん？ナイス。さあ、いいよ、キレちゃん。よろしく。大砲。マジで何入って、なんホグ、バルーン、スケラ。エレジャイ？まあなんか、まあ入ってないデッキもあるけど、さすがに。基本何にでもいるイメージだな。よいしょ、やばい。バルキリー！こっちおいで、あなたは。よいしょ。ラウィー、ウッディーだ。さあ、迫撃砲のバルキリスケファイスピー。ファイブウッドアチェクイですね。まあ、テンプレオブテンプレだね。まあ、これは、これでかいな。さあ。まあ、どうだろう。アチェクイぐらいですかね。めんどくさいのは。まあ、それ以外はもう、チクチクしとけばいいから。うん。なんなら、こういうのもね、大砲いっちゃっていい。ハシマチグ行ったら5ウッドですね。ああ、美味しいな、これ。なんならな。迫撃砲置いてほしいな。これ迫撃砲置かなかったら、ホグ飛ばしてもね、迫撃で守られちゃうんだね。ウッド削りになっちゃう。よいしょ。うん。そのホグ飛ばして、受けながら。からのだな。これ次の、俺の、早いんだよな、これ。まあ、バルキリー、2発入るな、これ。なんなら奇跡の、いや、マジ。え？自分でマジびっくりだな。ああ、これはまあ、ファイボスね、さすがに。よいしょ。あっちが結構ファイブに弱いんでね。弱いとまだいかないけど。対応できるっすね。さあ、こっからは、ケツゴル内でホグ飛ばして、迫撃砲使われるけど、2周目のホグ間に合わないでしょうのサイクルかもね。さあ、対応も先置きしちゃおう。これ相手嫌っすよ。暇だからね。そうなんですね。暇になるのがやっぱ一番嫌なんですよね。
この辺はもったいないから、まあいいや。よいしょ。まあ、適当にホグ飛ばして、これ右サイ許容できんな。いやいや、まあ、一応受けとくか。うん、圧着消えるタイミングうまっ。圧着極めてんな。さあこれ反撃送る、こんな恥ずかしい。うん、いや800はちょっとね怖くなってくるっすね。クエイクじゃねえかな、もうちまちま削りになる。ファイブ削り怖いんだね、マジちまちま削り。呪文のさダメージ落ちたからさ、こういう時ちょっとなえるね。さあバニーゴルネがいると熱いんじゃない。そのホグも飛ばして、ホグ別に通んないんだね。もうでも相手も通んねえから俺。でも回転早いんでこのホグは。いいぞいいぞ、やべファイブの夢が悪い。いやでもこのホグはさ回んないぞ、迫撃が。オッケー、ナイスお礼だ、グッドゲーム。いや今のはいいね、ゴルナイのねカードサイクルぐっちゃんぐっちゃん理論がうまいこと刺さってましたよね。ホグ飛ばして、わかんねえ何を出したのか覚えてねえけど、スケアヘスピー打ったかな、その辺出して、もう一回ホグ。いやいいね、最後は絶対って間に合わねえもんな。さあボセちゃん、マスケララバゴレエレジャイ、あーやらめなんで、ラバと、ラバとなんだ、なんでもあるけどスケラか、まあ、ラバスケラが濃いっすね今んとこ。やらめ使ったらねこれ相手地味にきついの知ってっからな、ね、やりゴブリン。でここのホグ、あバッテリーごめんなさい、あ気持ちよくホレーしてんな。でゴールナイトランション。さあこれヤナメファイブのスケラなんで、まあ相性は良さそうだね。これまたヤリゴブリンが強いですね。はい、まあヤリゴブリンに対してヤナメを打ちたいんですけど、相手はその時点で僕も1アド取れるんで、その後ウッドで適当に防衛すればいいだけなんでね。なんか理論上負けないというか、そう相手もグッドゲームですね。その通りです、グッドゲームです。あなたはもう敗北しています、お前はもうすでに負けているんだ。よく気づいたお主、自分が負けていることに。あ5ってみ、ヤンキー5か、よいしょ。はい、大砲置いとけばもう守れるしね。アイスピもこれええな。相手はもうどうやって勝てばいいんだかっていう顔してんね。さあでここで呪文を相手使ったら、ここのホグライダーは守れないよね、コストがあった、ごめん。よいしょ。さあまあなんかあんな感じでホグ飛ばしていけば、基本的にここでフリーズとかが来ない限りはね負けないっすね。まあ、今んとこ配棒まで見えてねえのか、わかんないけど。さあ、まあ、サイドがこれ同サイになるのはちょっと嫌なので、逆サイにも振っていくっすね。で、やりゴブあと高回転で回したいね。いやー、やりゴム強い。そして逆サイです、これは。なぜか逆の削れてる。まあ、あるあるっすね。で、これおしゃれに行くと、もうファイボからのウッドみたいな、あったんですけど、一回ビビった。
ビビりました。ビビったんで一回静かに行きます。でこれでホグ飛ばします。これ今の間にスケルって聞いたらもう餌ですからね。はい、誘ってるんでね。うん、よいしょ。罠です。何も出さなくて、あ、相手コストねえのかなって見させたところでコストめっちゃ使わして、あー余裕だけどみたいなね。さあ、シャシャってこうぜ。よいしょ、一発、なんならもう一発入らない。よいしょ。さあ大砲強いからねこれ。もう俺のマックスじゃこのインドラっすよね、ガチ。でもここで走って、いやーリセット、ファイブオンダメージ200なのか。あ、ファイブウッド、ファイブウッドだなこれ。ゴルナいるから回るの早いぞ。よいしょ、終わりん。さあグッドゲーム。まあもう開始直後で決まってましたけどね。ナイス。さあエレジャイ引きたいね。わお、あ、でも違うルーカスか？ TS？ TS なんかつかないよな。ルーカスっていう海外の、まあ、マジでこれもう、バカうまい人がいるんだけど、本当か？ TRB ルーカスか。まあ、プレイでわかるか。うん。本物か。いやー、違う気がすんな。こんな、なんかね、暇テスラとか多分あんま置かないんですよね。偽物です。はい。いや、わかんねえ。こんな待つ？なんかルーカスもっとゴリゴリ叩くイメージあんな。あー、違うルーカスですね。はい。親戚かな？まあ、ファルチとか使わないでしょ、あの人。ロン毛のルーカス。俺の知ってるルーカスは、多分違う。でこれまあトルネを持ってそうなので、ホグを飛ばしたくないっていう。まあでもホグファルの、まあロケかライトなのかクエイクなのかってとこですけども、テスラなのよねこれがまた。いやロケット飛んでくっかな。いやテスラトルネホグファルだねこれ。相性は最悪ですね。まあ、ロケットだったら最悪ですね。それ以外だったら頑張って勝ちたい。マジ削れないんで、これ。よいしょ。トルネか？ピューン。いやー、ゴルネ一発？これに勝つプランはね、ないです。まあ、テスラもトルネもあるんで、ガチでファイボ削りなんですけど、ファイボのダメージがなんかちょっと前にすごい変わっちゃったので、これ、むずいよね。いや、これ相手ロケだったら絶対今ロケ打ってくるんですよ。ロケじゃねえのかな。ロケじゃなかったらじゃなかったらまたね、話は変わるんですよ。いや、ロケじゃねえのか、これ。なんでロケ削りしてこないんだ。ライトニングか？うん。これなんか違いそうっすね。なんかしょうもない試合になりそうだ、これ。いや、でも、勝つためならね、こんな試合でもいい。それね、もう一回来そうだね。うれい。うちは鉄壁よ。久しぶりに登場、ホグライダー。行ってみよう。お、テスラが回る。トルネもある。これ、ホグライダー飛ばす分、ファイブ打とうぜっていう話ですよね。ふふ。あ、ロケなん？いや、それは相手、ワンチャンの勝ち筋俺にくれそうじゃない？ちょっと打ち始めが遅いんじゃないっつって、今からこれ勝てるよ俺。
無理か。ケツゴル内でファイボのサイクル早めるとこかな。いや、ゴルナイ出してカードサイクル早めて、マジでクソゲーします。ゴルナイが場にいる時のこの回転率熱い。勝てそうじゃない。買った臭くね。なんかいや、これマジで100-100。熱い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 。偽物だな。オッケー。いや、でかいね。トルネーテスラのロケットに勝ちましたね。まあ、ホグ削りというかもうただのファイボ削りだったんですけど、まあ、ゴルナイが前に出てる時はね、カードサイクルぐっちゃぐちゃになるんだね。すげえ、ナイス。ということで、こちらのね、新 2.6 ホグ。あ、まあ、おもろいね。やっぱゴルナイ出しとか、まあ、やりこぶチクチクとかね、はい。カードサイクルが崩れるのとかも、まあ、なんか狙ってできるとね、やっぱ気持ちいい部分もあるので、皆さんもぜひね、こちらをやってみてください。よければチャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。